どうもテレです。さあ、三国無双4やっていきましょうか。今回の無双モードはですね、みんな大好き、両党さんです。両党さん。両党さんですよ、両党さん。いや、三国無双4からさ、参戦しているキャラクターはさ、みんな好きですね、僕。セイサイも好きだし、サジも好きだし、両党ですよ、総比好きだしよ。こいつ忘れとったな。いや、こいつは別に好きじゃないですね。まあまあまあ、やっていきましょう。難易度は修羅ですね。俺は両党、あざなは功績ってんだ。父の両僧と親子揃って孫家に仕えてる。今俺たちは孫作様を担いで天下を目指す戦に臨むところだ。なんつうか世の乱れに乗じてって感じもするけど、まあ乱れっぱなしよりは誰かが治めた方がいい。それを俺たちがやろうってわけ。手始めは孫家の父祖伝来の地、五軍。確かにそんないわくつきの土地ほっとくわけにはいかないわな。じゃあ行くとしようか。よう両党、俺はこれから孫家が天下を取るための戦を始めようと思う。まあ長い戦いになるだろうが、よろしくな。まずは江東五軍の地を取る。あそこは孫家にとって父祖伝来の地、天下取りの第一歩として。これ以上の土地はないぜ。敵は寄せ集めだ。拠点を占拠すれば俺たちに下ってくるだろう。さあ行こうぜ。この乱世に俺たちの有名を響かせるんだ。さあ、最初のステージは五軍の戦いですね。まあ初見なんですよ。はこいつふざけんなよ、マジ。あ、やばいやばいやばい。うわ、孫権が助英化した。助英になっとるわ、こいつ。こいつ絶対やばいっすね。あー、うわ、太子寺とかちょっと強いっすね。なるほど、なるほど。とにかく味方の士気は低いですね。シューターも低いけど、孫権はもうひどいね、これ。で、ユニークは怒涛ですね。まあそうね、防御力がついてないので、攻撃食らったらやばいですね。で、まあ、石と炎と、まあ真空章はあっていいかな。まあ、乱舞極め書、排水、これでいきましょうか。で、護衛はなしですね。着眼します。おう。いい年じゃねえか。俺たちの天界の第一歩にはうってつけだな。さあ行くぜ。まずは中立拠点を占拠しましょう。優勢 BGM はかかってるんだな。中立拠点を制圧しましょう。だって排水圧してきた。この拠点は楊鉱石が占拠した。で、我々も共に戦います。なんか来たよ。まあ、最初のステージはね、まあ、敵が弱いんで、まあ、サクサクとは倒せるんだけど、孫権がひどいですね。全然覚えてない。マジで初見レベル。何も覚えてないですね。まあ、両党はもうこれよ。これ。このチャージ4がね、もうぶっ壊れてるんだよね。僕もね、ずっと子供の頃、ずっとね、両党を使ってましたね。ちょっとこれ強いでしょ、これ。おかしいでしょ、これ。これ何、これ、こんな出が早いのにこんな強力なさ、自信出せるっていうのは強いですよね。でちょっと待ってね、これはオーロじゃねえな、これ誰だ。あ、陳王は配下いないね。よし、孫作殿、我ら江南の水族館を助けしやす。賞金が来ましたね。
危ない危ない。まあ、でも最初のステージだからそんな痛くないと思うけどな。全力で来るがいい。おお、ありがてえ。期待してるからな。よっしゃ、攻略部隊は突っ込め。いいよ、どん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 士気上がっていきますね。よいしょ。敵将、弱い弱い、サクサクいくよ、サクサク。まあ、攻撃受けたらやばいけどね。敵将撃ち取った。で、オーロを倒してトラット。全力で来るがいい。撃ち取るしんだよ。懐かしいな。俺たちも手柄を立てるぜ。いや、マジで強いもんな。ほんと両党ってマジ強いですからね。撃ち取った。で、これでオーロを倒したんで中立拠点か。あー、下ですね。順番に行けばいいのかな。でも誰かさん突っ込んでるね。孫権大丈夫かな。どっかで孫権救わないといけないですよ。この拠点は両鉱石が占拠した。我々も共に戦います。で、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 中央行けばいいのかな。覚醒使わなくても勝てそうなんだけど、ちょっとね、どうしようかな。別に覚醒縛ってもいいんだけど。行くぞ。いや、やめよう、やめよう。それはさすがに厳しいな。孫権が突っ込みましたね。速攻かけるってのも面白いかもな。孫権が突っ込みましたね。あいつの指揮は、あ、こうか。あ、戻ったね。集隊の士気が6でしょ。うわ、伝説の男がいる。伝説の男、長英を倒しましょうか。でもこれ、竜衛を倒したら終わりっぽいな。大事に、あとは任す。好きにしてくれ。あ、逃げんのか。なるほど。あれば負ける気もある。敵将撃ち取った。一人か、死にたいようだな。いや、ウビはハイカいなかったよね。ちょっとこれ多いな。いないですね。オッケーオッケー。で、孫権これ救わないダメだな。なんかね、孫権どっかで囲まれてんだよ。多分あれだな。手伝わせてくれ。お、当主出てきた。1分30秒出てきたよ。1分30秒。よし、今だ。やっぱり孫権を狙え。で、これ助けに行かないとダメですね。ああ、お前も今日から尊敬の一員だぜ。いや、もうマジ強い。囲まれても全然大丈夫じゃねえこれ。何これ。やっぱ強いキャラ使ってるとね、楽しいよね。負けない。いや、こいつマジ強い。撃ち取った。防御拠点ってやつか。気合い入れてかかれ。頑張れ尊敬。大丈夫か。おうおうおう、士気3だって。もう完全にこいつやばいよな。反応を倒せば大丈夫かな。くそ、このままじゃ剣がやられちまう。もうやられてしまうよ。いやいや、もう俺が言ってるから大丈夫だよ。うっとうしいんだよ。俺もやりますぜ。今度は負けねえからな。やっぱね、スピードキャラっていうの、敵将撃ち取った。素晴らしいわ。この修羅においてね、やっぱ攻撃の隙がないっていうのはありがたいんですよね。ダメージ食らっちゃいけないんで。マジで強い。おかしいもん。何これ。これかかと落としだけで余裕だもんな。上行こうかな。あ、そっち開くんだ。こっち行って、あとは残ってるやつ、あ、ゲインを倒してくれましたね。お、大都督来たよ。え、かっこいいかっこいい。ジャンプ力エグすぎだ。待たせたな、孫策。よし、周遊悪い、先に楽しませてもらってるぜ。早く来いよ。お前が一緒ならもっと面白い。ああ、
周黄金、今この時より君の刃となろう。周瑜が到着しましたと。味方の士気ガンガン上がってますね。うお、すごいね。我が隊は砦の攻略に向かう。フルボッコじゃん。よし、当衆と共に玄白虎を駆逐せよ。玄白虎は多分ね、早くいますね。いないわ。そう、さっき倒したもんね。玄陽だね、あれ多分。もうすぐ忘れちゃうんだよね、本当に。もうバカだからね、すぐ忘れるんだ、本当に。見て見て、全然食らわない。止めてみせる。おい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 、よいしょ。君は引くのも戦略です。最初は余裕なのよ、最初はね。ただね、俺後半いつも地獄見てるから、マジで。後半は本当に地獄見てる。でね、意外とね、やっぱハイパー武将が強いんで、侮るとまずいですね。おっとっと、ここは引かねばなるまい。敵将、まあ本当ね、これだけで十分ですね。これ以外のチャージってあんま使わないですね。いや、かかた落としがね、強すぎてね、他のチャージが目立たないんですよ。で、あとは対指示だけですね。おかげで助かったと、感謝する。どう式は。あ、もう素晴らしい。当主だけ5か、1分30秒だけ5か。もうなんかのつぼすりやってるよ。存分に暴れてやれ。あ、来た、ハイライト。我が軍の敗勢もはや覆せぬか。だが旗色を見て身を翻すほど器用ではないのでな。来い、この大使義が最後の砦だ。こいつ絶対ハイパー化してますね。あれ、どこ行った、あいつ。これ以上の暴挙は許さん。一気に片付けぜ。ダメージ食らったら間違いなくてね、やばいんだよ。破れんぞ。お、やばいやばいやばい。なかなかやる。コンボ食らって死んだんだけど、最初のステージ。嘘でしょ、完全に舐めてたわ。やばい今の。まずは、よし、まずは中立拠点を制圧しようか。いやー、俺まさかのこのステージで2回目ですよ、ね、リトライ。占拠した、やらかした、マジやらかした。まさかあいつにやられるとは思わんかった。最初のステージで負けるとは思わんかった。マジで調子乗った、やらかしたね。あれ、あ、門兵長どこ行った。とりあえずここ制圧しましょうか。三作殿、我ら江南の水族がお助けしやす。いや、さすがに萎えるな。そう、まさかあいつにやられるとは思わんかったな。ありがてえ、期待してるからな。全力でやろう。次、よっしゃ、攻略部隊は突っ込め。で、シューキンがいるんで、あ、いたいたいた、こいつこいつ。敵将、こい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 、よいしょ。さっきね、もう、いや、言いたくないよ、もう。とりあえずもう忘れましょうか、あれ。最初のステージで負けるはないでしょ、マジで。いや、全然痛くないんだ。こいつら、ザコの攻撃は全然痛くないんですよ。あいつの攻撃がとてつもなかったんですよね。びっくりした。予想以上に強くてびっくりした。俺たちも手柄を立てるぜ。で、ここの下の門が開くはずなんで、開きましたね。で、下に中立拠点があるんで、もう、そうなんだよね。終盤までは行ったんですよ。終盤でやられたんですよ。最悪と思って。この拠点は、両鉱石が占拠した。もう、両党はね、とにかく強キャラですから、ね。我々も共に戦います。もう最強格だよ、最強格。とにかく、このかかと落としが強すぎるんだよね。こんなに出が早くて自信出せるんですよ。我らもこうしてはいられんな。やばいよ、行くぞ。バグっとるもん。おう、で、1分の男倒しました。1分の男、
1分の伝説の男と話しましょう。エンパイアの伝説の男と話しましょうか。長英さん、勝つ日もあれば負ける日もある。敵将撃ち取った。大事に、あとは任す。ウビ倒して、でまあ竜を逃走するんでちょっと後ろの弓が危ないな。次は負けない。敵将撃ち取った。よし今だ、孫権を狙え。でこれがまずいんですよ、孫権救わないといけないんで。囲まれても全然大丈夫、これはもうこのチャージ音が強すぎるから、これやってるだけでも全然大丈夫なんですよ。防御拠点ぶっ壊れてるから、気合い入れてかかれ。ほんとね、他のチャージ使う必要ないんですよ、これとか全然使う必要がないもん。あ、もう全然発生しないよ、全然出てこないよ今。ちょっと待ってくださいね、最初ぐらいなんでね、こうやってチャージを見せるの。このままじゃ剣がやられちまう。俺が行く。大丈夫、俺が言ってるから大丈夫だよ。これとかね、よいしょ。まあ使う必要ないんですけどね。手伝わせてくれ。あれ1分30秒きた、まあ、これもまあこれもまあ冴えているな。どうだろうね、今度は。いや本当ね、本当これで十分、マジで。他のチャージいらない、これでいい。で囲まれたらこれで逃げるとかね。孫家の一員だぜ。まあ孫権は大丈夫だね。おお、援軍か。よいしょ、これもなかなか優秀。奴らの出花をくじいてやる。で、上の拠点を制しようか。取り出か。感謝する。もうそろ大都督が出るはずなんですよ。もうそろ来るはず、大都督が。あ、ゲインいた。こいつは誰の配下だったかな。あ、ゲンハクか。久々に強敵と会えたわ。敵将撃ち取った。痛い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 と思ったけど全然痛くねえわ。力ずくで来るな、止めてみせる。待たせたな、孫策。よー、周遊。悪い、先に楽しませてもらってるぜ。早く来いよ。お前が一緒ならもっと面白い。ああ、周公金、今この時より君の刃となろう。はい、オッケー、終わり。よし、次は全力でいきましょう。マジで油断した。まさか大使時にやられるとは思わんかった。時にはハイライトなんですね、ハイライト。敵将、あんな火力高いの、びっくりした。ふんふんふん、てやーとか言ってなんかワン、なんだろう、ワンコンボでやられたんだよね。嘘とか思ってびっくりしたからね。浮かされてトーントーントーンドカーンとか言ってなんかやられましたからね。ふざけんなこいつとか思って、完全にやられたもんな。油断したわ。もう勝機も危ねえぞお前。我が軍の敗勢もはや覆せんか。だが旗色を見て身を翻すほど器用ではないのでな。来い、この大使主義が最後の砦だ。ちょちょ、無双使おう。危ない危ない、お前危ない。これ以上の暴挙は許さん。かかってこい。鉄壁の守り簡単には破れんぞ。もうさっきお前にやられたからな。なかなかやるようだ。こいつ何もレベル上がらない。俺の全力を持って相手になろう。今だ。攻めかかる。お、これ。
どんどん叩いてるもんな。おいおい、覚醒撃ってこねえのか。おい、どうしたどうしたどうした、怖え。めっちゃ怖い。さっきやられたんだよな。調子乗ってたっけ、やられたんだよな。これ多分ね、セリフあるはずなんだよな。ないかな。一気に片付けぜ。なさそう、なさそうだね。じゃあ倒してしまおうか。めっちゃなんか、いやでも ないよね、ならんね。無駄死にはせん。さらば。会話はないのかな。敵将撃ち取った。竜陽は追い払った。これで俺たちの地盤は固まったってわけだ。強い奴らも仲間になったし、言うことなしだぜ。以後俺たちはこの五軍を拠点にして天下を目指す。親父、見ててくれよ。必ず孫悟の旗を大陸全土にたなびかせるからな。よし、これでね、五軍の戦いの全員生還クリアですね。いやー、まさか大使時にやられるとは思わんかった。よし、今回ね NG シーンありますので、よろしければご覧ください。それではね、次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。